スピードスターズのリーダーで池谷っていうもの。あんたうちのチームに入りたいんだって。ついに明かされる竹内樹の実力なんてね。 この雰囲気走りやっぽいぞ。調子いいぜ。軽々と抜かれちまったよ。 ミスしないようについてこい。ああ、これ以上ついてけそうにないかも。 Yeah!
近づいてきたぜ。鳥肌立った。ぜひ薄い峠か。俺も実は初めてなんだけど、想像してたよりも。まあ、いきなりちぎられるってことはないだろう。ちょっと出遅れちまったか。なんとかついていけてるけど、このままじゃまずいな。ここまで来て負けられないぜ。やっぱ違うよ。どう考えても格が上だ。速いやつってのはどこにでもいるもんだよな。こっちはもう限界だぜ。今んとこ捕獲って感じだな。近づいてきた。厳しくなってきたぜ。すごいやつだよ。レベルの差を思い知らされた。
然歯が立たない。こんな差がつくなんて思っても見なかった。俺の後輩の話なんだけど、
すんげーテクニック本物のドリフトは速いする気分じゃないよな向こうも早いついてきてもう少し話しておきたいぜの人は結構速いんだ ちょっとでも気を抜いたら置いていかれる諦めないぞ 隙があれば絶対行くここで離れたら絶対追いつけない。こらえろ。食いつけない。本当にすごい。人の走りを見て刺激されるなんて。うまく乗れてねえのかな、俺。あいつがアキナの代表で出てくると思ったのにな。とんだ見当違いで拍子抜けだ。こうなりゃ大差をつけて勝って大恥かかせてやらなきゃ気が収まらねえぜ。
86か。つくづく縁があるな、これは。くっそ、えらく煽られてる気がするぜ。タイヤの手応えはまだある。ここはイケイケだぜ。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。俺は兄貴じゃねえからな、詳しいことまではわからねえけど、こいつはかなりやる。まるでハイオレみたいに張り付いてきやがる。シャレにな。もらったぜ。コーナー立ち上がる時の鋭さは見ていて嫌になるぜ。さてどう攻める。逃がさねえぞ、絶対追いつく。絶対逃がさねえぞ。まだいける、追いついてみせるぜ。いよいよ本気出して切れ始めやがったな、あの野郎。早いな。まだまだ本気の勝負はここじゃねえだろ。足も出ないのか。俺のプライドズタズタだぜ。曲がれるなんて思い出してみた。ナイトキッズの中里だ。そっちの名前は覚えとくぞ。その名前、早速始めるとすっか。勝負は下り一本、とことん突っ走るぜ。どこまでついてこれる。
闘のスタートはコーナーに入ってからだぜ。馬力なんてものは峠の下りではクソの役にも立たないんだよ。いいな、これだ。後でちぎったらもったいねえだろうが。これだぜ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。甘い。ダウンヒルを速く走るためにはエンジンの馬力はほとんど重要じゃない。重要なのは軽さとフットワークのバランスだ。追いついてきた。なんてこった。今開けないぜ。だぜ、この俺がいいように突っつかれちゃな。サイダ、ここからは容赦しねえぜ。しびれまくるぜ。こんな神経すり減らす恐ろしいアタックは俺の走り屋人生で初めてだ。ここまで秘密つくようなバトルは久しぶりだ。生きていてよかったぜ。もう少しだ。ゴールはすぐそこ。飛び込んじまえば俺の勝ちだ。俺と GTR なら絶対に勝てる。見せられたぞ。ラインがクロスした瞬間、全身に鳥肌立った。そこまで曲がるか。こんな速いコーナリングするやつ見たことないぜ。俺と GTR か。お前に頼みがあるんだ。俺をナビシートに乗せて、ここの下りを…いよいよ最初のコーナーに突入か。俺の走り方とどこが違うか、じっくりと見極めて、技を盗んでやる。
別次元のスピードだ。想像力を超えたところで走ってるってのか？辛かな。車の性能なのか、それともテクニックか、ガツンと一発かましてやろうよ。見せつけてやるわ。入り口から出口まで振りっぱなしで、私と同じスピードで突っ込んでクリアできたやつはまだいないからね。どんな相手だろう、私たちは手加減しないよ。まだまだ始まったばっかりでしょ。次はグリップね。いい根性してるよ。マコに食いついて突っ込んでくるとは。
あとこの感じ。流すコーナーと流さないコーナーの使い分けが肝なのよ。このスピードではごまかしは効かないからね。どこまで来れるかしら。後ろに疲れた。相手もついてきてるけど気にしないで、私たちの方が早いわ。このままゴールしてみせるよ。次はドリフト。悔しい、あと少しなのに。実力の差を思い知らせてあげるわ。ついて、行け。派手に行こうよ。ゴール。最後まで油断はしないよ。前だけに集中して走り切るわ。ビリビリと伝わってくる何かがあった。空気が震えるほどのアタックだったね。私たちのベストを出し切らなきゃ終われない。私らの乾杯だよ。憎たらしいぐらいに余裕じゃん。いよいよ始まるのか。頼むから無事に麓まで降りてくれよ。無茶はするな。今はまだ誰にも負けはしない。今日は本気の全開ドライブだ。走り慣れた赤城がこうも先行されるとは思ってもみなかったぜ。まったく楽しませてくれるぜ。こいつの走りをコピーしながら追うことでこうも新しい発見があるんだな。面白みはないけど無駄がない分隙はないか。一歩引いた位置から観察すれば
戦闘力は丸裸だ。ハードなダウンキルを続ければ必ずフロントタイヤとブレーキが止まった。俺はまだこんなところで負けるつもりはない。下りを制する鍵はパワーよりもトータルバランスだ。思ったより腕は確かだ。ついてこれるもんならついてきてみな。どこかで突き放しておきたいところだが、前に出たからには下手に食いつかれたら厄介だ。向こうが立ち直る前に一気に突き放して勝負を決める。すごい集中力だ。ものすごいプレッシャーを感じるぜ。一番の勝負どころでさらに一段限界を引き上げてきた。集中力と集中力の勝負、ほんのわずかなミスは命取りになる。想定外の攻撃に油断がなかったとは言い切れないぜ。想像以上だぜ、お前のうまさは。欲しくなった。ナイトキッズに入りたいってやつは、感動的にデンジャラスなダウンヒルを拝ませてやるわ。情けないくらい不安定だね、FR ってやつは。まあいい、せいぜい今のうちに。ついてこれでなんならついてきてみやがれ。長いストレートではエンジンのパワーがものを言うぜ。大したことねえぜ。どうせこのバトルは俺の勝ちだ。
さっさとぶっちぎって蹴りつけてやるぜ。抜けるもんなら抜いてみやがるってんだ。焦ってるのも見え見えだぜ。勝ちゃいいんだよ、どんな手を使ってでもね。俺のダウンヒルについてこれる奴なんていねえんだよ。よろしく。I'm done.
よろしく。楽しく走ろう。それにしても上手くなってる。俺とのバトルの頃と比べても